さあ、続きましては、伊藤博さんに歌っていただきます。伊藤博さんは作詞家の先生でもございますが、先ほどお話を聞きましたら、私と同じ広島県福山の出身だそうでございまして、なんか曲を見ましたら福山の曲が多いんでなぜかなと思ってましたら、先生が福山の出身だということでございまして、今回歌っていただきます、平口伝中、この方も、福山の、有名な彫刻家の方の歌だそうでございます。さあその歌を聴かせていただきましょう。美中茨の里で一途な心木彫に高村昆氏と仰ぎ心不乱真理を求め明治大正昭和にかけて残す大作鏡自身六十七十放たれ小僧男の盛り百からだ名言残した伝中の生涯かけた木彫りの心輝く技の残る秀作大異国天伝中